さあ、まもなく応援団長のエキシビションマッチ、この後、モコウさん対オニアさん始まりますので、うん、ここでカメラをつけて応援してくれる方々を、各ルームで5名、計10名募集いたします。参加希望の方はピープルの画面左下にあるハンズアップボタンを押してお待ちください。運営が先着で選ばせていただきます。こちら選ばれた方はウェブマネー1500円分をプレゼントいたしますので、ぜひハンズアップボタンから応募をお願いいたします。途中でカメラをオフにしたり抜けてしまった方は、他に手を挙げている方から選び直しとなりますのでご注意ください。こちらね、顔出したくないって人はあの AR のね、あの顔隠すアバターがいくらでもありますので、そちら使ってください。またピープルでも配信をしています。 YouTube の概要欄に各ルームの URL 貼ってありますので、そこからぜひご覧ください。各ルームでは VC も聞くことが可能となっております、うん、さあ、いよいよね、もう2時間2人にはお待ちいただきましたけど、ちょっとね、お待たせ本番とも言えるいたしましたが、はい、これだって、まあ、BO5 3先ですけど1勝で20万。あ、そうですね、これも確かに賞金、まあでも結構それ以上にプライドマッチ、まあ確かにな、ね、そうですね、この2人に関してはですね、まあご存知ね、加藤純一さんのハイパーゲーム大会で直接対決をし、2人のトレードマークであるサングラスを外し交換するとかいう、はい、殴り合ったけど、はい、真剣勝負ね、うん、いやでもなんかああいう場でこんな感じで真剣勝負できるストリートファイター6、素晴らしいなと思いましたけどね。いやめちゃめちゃ盛り上がってましたからね、うん、あの際はモコウさんが勝ったんでしたか。いや、オニアさんが2対1で、2対1か、はい、結構めちゃめちゃいい試合だったんですけど、超絶接戦でしたね。やっぱりその剣の攻め力みたいなところはめちゃめちゃ印象には残ってますよね、うん、ザンギフはやっぱりこうしのぎの部分ではちょっと勝負しないといけないところが結構あるんで、はい、これが BO5、まあ、いわゆる3本前回よりはやっぱりその BO5 っていうところと、まあ、オンラインでね、そうですね、おそらく自宅などでプレーしてると思うんで、まあ、観客も、ね、いないですし、まあ、落ち着いてプレーできるところ、はい、緊張感とプレッシャーは、ね、うん、なさそうなんで、剣、はい、どういう戦術持ってくるかっすよね、このザンギ戦、ね、あれから結構期間も経ってるので、はい、確かにどう準備してくるのか、うん、まあ、でも2人とも、ね、ずっと最初に触ったキャラからね、変えずに、そうですね、このキャラでいってますんで、やっぱりモコウさんはすごい持ち前の、まあ、読みの強さ、はい、まあ、他タイトルカードゲームとかもそうですし、うん、そういった戦略性の高い単戦のゲームとかでも、うん、結構その読みを通すのがうまいプレイヤーの印象なんですけど、ザンギとすごい合ってるんですよ ね、まあ、そうですよね、結構空中のスクリュー、はい、いわゆるボルチダイナマイトとかをそのスクリューの圧で飛ばせてボルチで取るみたいなは、結構大会以外 の、 そのランクマッチとかでも結構見られてるので、はいはいはい、そこの読み合いの舞台が前回のハイパーゲーム大会の時はそこまで見られてなかったので、うん、落ち着いたこの BO5 で出せれば、長期戦で出せれば、うん、結構分がありそうだなという、そうですね、逆にオニアさんは本当そのザンギエフの勝負どころにどっかでは絶対付き合わないといけないんですけど、うん、その土台を作らせないようにまず剣の立ち回り地上戦で圧殺するのかっていうのは結構大事ですね、うん、そうですね、モコさんもねモダンですけど、やっぱり基本的に出せるタイミングはスクリーはちゃんとコマンドで出してるっていう話だったので、うん、まあ、そのダメージがないとやっぱモダンザンギフきついかなと本人も言ってたんで、ザンギフ、まあ、モダン全体的な悩みにはなるんですよね、はい、ダメージのね、でもザンギフはその他のキャラクターとかだと、はい、アシストコンボって補正が乗らなかったりして、はい、SA までつないだらダメージが高いとかってあるんですけど、はい、ザンギフはやっぱそこまで恩恵がないキャラクターだったりもするので、はいはいはい、あの読み合い重視、読み合いの強いプレイヤーがモダンザンギ使うと結構そのままストレートに読み合い通せるっていう印象、うん、まあ、新人さんとかが多分モダンザンギ使ってるプレイヤーの中では多分上位、あ、そうですね、あの全世界全体でも確かめっちゃ上なんですよね、確か新人のモダンザンギとか、まあ、そうなんですけど、どちらのプレイヤーも勝負どころの読み合いの強さが印象的なところですね、まあ、ザンギ難しいですね、僕はその全キャラマスタープレイする中で一番難しかったのはザンギー、はい、あ、本当ですか、だった気がしますね、はい、まあ、ラッシュからスクリューとかが結構あの強いコードなんですけど、それも読まれちゃうとやっぱりリスクになっちゃったりするんで、まあ、どこで通すのっていう、はい、
ダルシムよりザンギの方がしんどかったですね。ドライブゲージをダメージに変えるのがすごい難しいなっていう悩みは、はい、で平田さんもともとモダンザンギですよ、ね、一番最初ね一番最初、今はキャミーですけど今はキャミーですけど、いや難しかったですね、はい、やっぱりだから本当になんかラウンド単位で序盤かなり打撃を振り続けて、相手がガード多くなってきたら投げ通しに行ったりとか、なんかそういう組み立てがないと普通にやってもなかなか勝てなくなってくる、ある程度のところかな。ラッシュにこう耐えりたいっていうところは、その歩きの速度もそこまで、はい、てか、かなり遅いあの部類になるので、うん、地上戦をこう素直に付き合っちゃうと、まあ、難しい。まあそうですね。あと相手の無駄な飛びも死んでもボロシーしましたね。もう絶対もう全取れるダメージは全反射神経をかけて、はいはいはい、確かに取りに行ってましたね。剣の中足とかがすごい長い、あ、しゃがみ中キック、はいはいはい、まあ、あれが本当にこのゲームにおける、まあ、その一番最初にえこれやばくねってなった多分ところだと思うんですけど、はい、最強中足、中足リーチがすごい長くて、ここはガードにならないでしょっていう距離も意外としゃがんでるとガードになったりとかで、うん、ターンを奪われやすいんで、はい、ザンギがせっかく寄っても中足ラッシュからターンを無理やり奪い返されるみたいなところもあったりするんで、うん、ザンギ側は結構ほんどのらへん、多分マシンガンチョップっていうタッチシューとかの、はいはいはい、間合いとかをうまく使いたい感じはありそうですけど、そうですね、なんかその気軽に触れる技が本当にないなと思って、あ、少ないですね、はい、うん、まあ、ラッシュパンチとか来るんだったら、はい、まあ、タッチ強パンのアーマーで受け止めるとか、うん、 そうですね、そういう感じですね。あとスクリューの後はラッシュあの下段とかするとか、はい、結構いろいろ手順が必要なんですよね。さあ因縁の対決、オニアモコ再びいい飛び、ボディープレスからの展開でしたが止まってしまう。いや、いきなり多分ダブルアップ、いわゆる補正切りを狙ったんじゃないですかね、はい、あー、なるほど、なんか入力してそうな感じがありましたけどね、はい、あ、読んでる、いやー、これ読んでる、反応早すぎたって感じですね、はい、ちょっと早く出てしまったゆえのミス。ただほぼ互角の序盤になった。ボコーさんの方が歩きがすごい上手いので、はい、今押せてますよね。ちょっ、さあこれはマシンガンチョップ2発まで、上から来るか、投げが決まらない。これは入れ替えしかですね、はい、粉塵流さまに来る、こっから剣、いやー、これは剣なし、つなぎになった、竜巻、まあ、剣はこの端が強いですね、はい、おセットプレー、さあこれもつながっている、しっかりとセットプレー組み合わせていきました。一発当たるがバンナーとしてるんでちょっと離れていく、ここからがまだいけるのが強さ、全然ありそう、ダメージはいくらでも出る、まあ、昇竜くらいない、飛びが通る、危ない、今日は最大まで溜めていった、いやー、これはいい、ガードしている、回してるか、 OD のスクリュー、いやーこれ不良か、ボタンっぽいな、いやー触ったけん、いやしかしいきなり1本目から痺れる展開、読み合い自体はそうしましたか、わずかに足りませんでしたね。そうでしたね、回してればあの OD スクリューは必ず届いていたでしょう、多分足りてると思う、ね、おそらくでもモダンの、はい、火力的には多分そうですね、はい、お前評判の振り方がいいですね、はい、さあこれで走ってですね、さあ運んでいく、強烈な剣の運び、投げ近づいてもう1本、柔道ですね、いわゆる、はい、うわ、いいだけかと、これリーサル見えるか、さあ波動でのちょっと難しかったですね、入れ替えになる、昇竜がバセてしまった、わ、来た、これですね、中足、はい、おっ、ただかわしてる、ちょっとラッシュマン入れなかった、空タイプ、よお、これは変わりましたね、しっかりとここは待って勝負を通していきました。ボリッショイストンバッサー、コードと同じくもう一発の被弾も許さない状況なんで、はい、まあ、排水ではありますね。そうですね、オーディスクリューなら通るか、届くか、あ、ただこれは最後昇竜かわされてしまう。 SA1 の入力脱出説を僕はちょっとしたいですけど、あ、なるほど、さすがに竜巻じゃ、まあでも、はい、結構様子見格が多いんで、はい、そうですね、結構手堅く読み自体は勝ってそうですけどね。さあ3先です、 BO5、 まずはオニアが1本取りました、ジャンプでかわしてボディプレスからいいつなぎ、高いですね、ダブルラリアットまでチョップアイ打ちだった。さあもう1回結構攻めてきている、まず上等、はい、さあこれは OD 昇竜で一旦かわす、2回結構梅原さん味がある、今なるほど、オニアのリスト、いや、いいところで打ちますね、でも今のところ剣としては完璧な動きできるね、はい、このラウンドセットプレイ、すごい勉強の成果がすごい出てますね、お互いちょっとやっぱりめちゃめちゃいいですね。そしてこの合わせたような2人とも黒い、確かに衣装できました、黒勝負で伝統の一戦になるのか、ダッシュする、前がいい、もう一回ダッシュ、ゲランから全てガードしてるが、ここはマシンガチョップ3発全て入る、インパクトは見ている、入れ替えか、お、伸ばして、これはもうそのまま狙いに行く、マナートから最後まで残り、
残るかどうか、いや残ってしまう、わずかに2差足りなかったが、この波動が入る。見えていた鬼ヤザビースト削り確定、しっかりと勝利を収めました。さあモコは返せるかどうか、いやめちゃめちゃいい判断です今の、確かに削りでいい、やる、うまっ、垂らして返して投げ抜け、もう一回強下段、あさあダブルが入る、ね、ちょっと早かった会場が長いですよね、はい、お兄さんドラペゲージが少ないんで、うわでもさあ勝負に行く、動きめちゃめちゃいいですね、お兄さん壁さえ抜ければというところを聞きながら、いやなんか手堅さとね攻めの緩急がいいですね、うん、いいですね。さあこれは昇竜、おーなるほど、ドライブゲージ回復、はい、ていく、はい、これめっちゃいい判断だな、待ちますね、えめっちゃ完璧ですけどね、あ読んでる、ボール七段空が待っていた、先生読んでる、さあラッシュいく、あいい遅らせ、でも距離が遅らせて届いている、ラッシュ止まって SS3 ボリショイストーンバスター、確かにあんだけ止まってると動きたいな、これはいい読みでした、さすがの夢の強さ、そしてラッシュ投げるそして今度はオーディスクルー、これはオニアのターンでした、失礼モコーのターンでした、いやお互い動き超いいですけど、よかったですね、要所の読み合いはモコーさんが結構圧倒してますよね、はい、そうですね、今の SS3 の投資、そして最後のラッシュからグランキョーキック、続いてはオーディ、ただまた来ましたね、投げでした、この橋の運びジョブして、いや投げは取らない、さあワンタッチリーサル見えてますね、さあゲランからいく、もう一回画面端から脱出したんですけど、おそうこれ入れかなげワンちゃんラッシュ、まあ、依然オニアペース、いやインパクトを通してくる、これは回してるんじゃないか、あと2回もう1回、いやラッシュ2連打はしっかり見ている、オニアがそれを許さずこれで王手、1本もモコに渡しません、やっぱり最初に話した通りこの中足ですよね、はい、その中キックが明らかにこのモコさんの近づいてくる地上戦に対してノイズをかけてる、さあこれでオニアが圧倒的に王手をかけました、あとこの強パンチですよね、はい、中足もそうですけど前に来るモコさんを捉えている、だけだからこれは繋がらなかったファイルドライバー、上出る、いやー大気が出 出るいいっすか、あドライブゲージ削れると、さあこれそのままカタカマ出た、いやこれは大使もまだ入る、ストリートファイター援助本部いや見てる、いや強気に行くわ、これは見ている、残るが上から、いやここは圧倒したオニア、さあこれでオニアはラスト1本通り切れるか、モコは取り返したい、このために2時間待った、さあ勝利が入る、いや下段からもう1回、うわいや下段なしから見えねえ、つないで運んで画面端、いいかい、おっとそれがカード化けてしまった、さあこれに出かって止める、谷主体が止めている、ラッシュを止めています、投げまだ残るワンちゃん、おっとこれどうするぞ、これはからのパニッシュカウンターオーディスクリュー、回してるまだあるぞ、いや全然ありますよ、 SS がある、ただ一発も被弾が許されない、そうですね、下段も気をつけない、ドライブゲージが戻ってくるんですよね、もう間もなく、はい、中足ラッシュが来る、いやー投げを通した、因縁の対決、またオニアが勝ちました、3本勝負ストレートでの勝利でした、最後は称号のビーストをすごい彷彿とさせるオニア散歩が出ましたね、鬼散歩が、鬼散歩鬼散歩出ましたね、鬼歩き投げ、いやーいやでも本当にそのオニアさんはい、この剣の仕上がりがめちゃめちゃ高くて、はい、うん、ダイヤなんだなと思いましたね、多分やってない感じじゃない、いや多分ランクやってないだけですよね、今のランクの表示だとダイヤ4対3でしたけど、はい、そんな感じじゃないですね、お互いやっぱマスターレートには、はい、いや本当そうですね、足を突っ込んでる動きでしかなかったので、はい、いや完成度高かったですね、なんかオニアさんより洗練された感じしましたね、コンボルートがすごい完璧というか、はい、やっぱりその画面の端にいた時の昇竜拳締めとかってすごい難しい、うん、あのプレッシャーも乗るところなんで、そこでは若干ミス見られましたけど、はい、中央で その中足ラッシュコンボとか動きはもう完璧だったんじゃないですかね、
なんか火の打ちどころないようなね、素晴らしい戦いに見えました、はい、うん。ココさんもダメージの取り方すごい良くて、うん、なんなら1戦目の1ラウンド目から噛み合いが悪かっただけで、はい、読み合いは勝ってるみたいなシーンがすごい多くて、あそこにやっぱモコさんのその強さみたいなところは、うん、まあ、垣間見える瞬間が多かった印象ではありましたね。そうですね、うん、確かにそこはやっぱ強さが、ね、出てました。さあそれでは今のエキシビションマッチ、オニアさん対モコさんの一戦ハイライトでご覧ください。どうぞ。危ない、今日は最大まで溜めていった。いやー、これはモコさんがガードしている。回してるか、 OD のスクリュー。いやーこれ不要か。もうボタンっぽいな。いやー、触ったらけん。いや、しかしいきなり1本目から痺れる展開。空対空よー、これは変わりましたね。しっかりとここは待って勝負を通していきました。ボーリッシュ・オイストンバッサー、先ほどと同じくもう一発の被弾も許さない状況なんで、はい、まあ、排水ではありますね。そうですね、オーディスクリューなら通るか、届くか。あー、ただこれは最後昇竜かわされてしまう。前がいい、もう一回ラッシュ、下段から全てガードしているが、ここはマシンガンチョップ3発全て入る。インパクトは見ている、入れ替えか、お、伸ばしていい。これはもうそのまま狙いに行く。マナートから最後まで残り、残るかどうか。いや、残ってしまう。わずかに2差足りなかったが、この波動が入る。見えていたオニアザビースト削り勝って、しっかりと人生読んでる。さあ、ラッシュいく。あー、いい遅らせ、でも距離が遅らせて届いている。ラッシュ止まって SS3 ボリショイストーンバスター。確かにあんだけ止まってると動きたいな。これはいい読みでした。さすがの夢の強さ。そしてラッシュ投げた。そして今度はオーディスクルー。これはオニアのターンでした。失礼、モコのターンでした。いや、まあ、依然オニアペース。いやー、インパクトを通してくる。これは回してるんじゃないか。あと2回、もう1回。いやー、ラッシュ2連打はしっかり見ている。オニアがそれを許さず、これで王手。1本もモコに渡しません。上出る。いやー、タイミングが出る。ビースト、あ、ドライブゲージ削れると。さあ、これそのままカタカマ、まあ、出た。いやー、これは大使も止まる。まだ入る。ストリートファイター援助本望。いや、見てる。いやー、強く肉はこれは見ている。残るか、上から。いやー、ここは圧倒したオニア。さあ、これでオニアはラスト1本投げ方。これワンチャン。おっ、これからのシュート。これはからのパニッシュカウンター。オーディスクリュー回してる。まだあるぞ。いや、全然ありますよ。 SS がある。ただ一発も被弾が許さない。そうですね、下段も気をつけない。ドライブゲージが戻ってくるんですよね。もう間もなく中足の人が来る。いやー、投げを通した。因縁の対決、またオニアが勝ちました。さあ、ということで見事勝利となりました。オニアさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。オニアさん、いかがでしたか。お姉さん、インタビュー来てる。お姉さん、お姉さん、いかがでしたかって来てる。はい、こちらオニアです。あ、オニアさん、お疲れ様でした。いかがでしたか。はい、お疲れ様です。いや、本当にめちゃくちゃ、特にモダン残機っていうね、一戦一発食らったらすごい減っちゃう中で、やっぱり僕が波動したいタイミングにモコさん飛ばれたりとか、あとは2戦目の中足刺すタイミングで SA3 みたいな、まあ、すごい僕的にも流れ持ってかれそうだなって感じるところはあったんですけど、はい、なんとかここはまあ、うちのコーチ陣の大パンいいぞみたいな声ももらえたおかげで、こううまくいけたかなと思います。いや、でもね、放送的に盛り上がってたんですけど、オニアさんがかなりまたさらになんか剣に磨きがかかったというか、洗練されたというか、なんかそんなシーンも多かったんですけど、いかがですか。いや、そうですね、まあでも一応やっぱフードさんちとか行って、はい、現役の剣のプロ複数人とかにコーチング受けたりもやっぱあったので、めちゃめちゃちゃんとやってるじゃないですか。いやいやいや、自分の中でも、まあ、一応それなりにいい動きはできたのかなとは考えてますけど、ドグラさんからご覧になってどうでした、オニアさんの剣は。あのね、一部分だけ切り取ったら梅原さんかもぐらいのうまさ。おお、マジであったと思う。うん、一部分、ここ梅原って言っても信じられる部分はいくつかはありました。遊戯連打みたいな、名前隠してバンって出したらみたいな。そう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 。なんか中小乳児めして中足空振りとか今めっちゃ流行ってるコンボなんですけど、はい、まあそれだとか、なんか一番最後のちょっと深めに歩いて投げに行くとかも、なんか
第5ザビーストみたいな。僕が最後言ったお兄さんっぽい。あ、そう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 。なんで全体的に上手だったかなと思う。はい、いや、樋口さんからご覧になっていかがでした？いやでも本当になんかコンボとかめちゃくちゃうまくて、なんかしっかりやってくれてるんだっていうのをすごい伝わるプレーで、うん、見てても楽しかったですね。うん、もうアリケンさん完全雪だるまなりきってますけど、アリケンさんから見てどうでした？オニアさんのプレーは。いや、まあやっぱなんかちゃんと剣らしい動きで、うん、なんか中足陣内こすったりしてていいなと思いました、ね、すごい勝ちたいのが見えてきて。アリケンさんも前剣使ってましたよね。剣使ってましたね。そうですよね、序盤一番最初の方に。素晴らしいねプレーをオニアさん見せていただきました、はい、これでオニアさんはエキシビション勝ちましたので、見事賞金20万円ありがとうございます。なります。おめでとうございます。20万アップ？いやーマジか。でかい。まあありがとうございます。そんなあるんだ。そう、スピーディーでしかった。ごめんなさい。これは一応、ね、あのオニアさん個人にというかね、まああのチームで分けてもいいですけど、個人に出てる賞金になりますので。いやーとこれはチームでエボジャパンの時にうまいです。これエボジャパン確かに。ね、確かに。そうですよね。20万。あだあだあだそうだよ。めっちゃ嬉しそうです。いやもうありがとうございます。いやいやいや、まだまだ精進します。精進します。ありがとうございます。ハイタリさん、あなたの弟子倒しましたよ。お次はあなたかもしれない。喧嘩売り出したな。待ってろハイタリ氏も。いいですね。そしてこの後ねエースマッチがあるんですが、こちらにはドグラさんが出場するということで、はい、ドグラさん、はい、そちらの意気込みをハイタリさんになりますが、まあ一応今日全勝できてるんで、うん、最後も勝って有終の美を飾りたいなと思ってます。頑張ります。ここまで賞金20万出ますね、ドグラさん。あ、そうか、確かにそうですね。はい、そうです、だからドグラさんここ勝つと35万、35万ゲッターでかいですね。あ、なるほど。頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあそして、応援団長もねエキシビションマッチ終わりましたんで、こちらね、カメラつけて応援してくれた方一緒にまた記念撮影を行いたいと思います。皆さんそのままでお願いします。スタンバイ完了のボタンが表示されますので、始まるまでお待ちください。あと樋口さんですかね、開きましたね。アリケンさんが毎回違う格好してくれてるんでね。え、あの雪だるまもよかったですね。アリケンコレクションはできそうですよ。確かに。マジアンバサダー、ジャパンアンバサダーに公認される勢いで。夏のやつはまだ見てないですよね。なんかバカンス風なの見てない。ああ、そうですね。あれがあったら夏もありそうですよ、ね、確かに。冬のね、今雪だるまだったんで、うん、はい、でもあの DJ っぽいね、あのドレッドヘアのやつとかはちょっとぽかったですけど、夏なのか。で、ドグラさんのハロウィンもあったんで。ああ、確かに。七五三ワンちゃん。だいぶ狭いところにいますね。今、写真を撮る準備をしております。ストレート勝ちでしたね。いや、でもちょっとエボジャパン楽しみですね。いや、そうですよね。今、オニアさんのあの、ね、本家エボの、はいはいはい、順位を多分こすってるんで、ちょっとエボジャパンでより上に行っていただいて、しかもあれこすりすぎて呪物扱いされてるんで。あのバッチね、でも、はい、勝ってるんですよ、ちゃんと CR カップもハイゲも。そうなんですよね。だから1回目の時はちょっとあれが呪物になっちゃった。 TGS もだよ。あ、そう、 TGS のね、 TGS ね、あの時もさすがです、ありがとうございます。さあということで、皆さん記念撮影も終わりました。こちらは、団体撮影内のアルバムからダウンロード可能なので忘れずにお願いいたします。応援してくれた方以上となります。ウェブマネー1500円分のコードを運営よりお送りいたしますので、ご確認してみてください。ありがとうございます。さあそれではもう一個のチームにこの後お話を伺っていきたいと思います。さあ、もこうさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もこうさん、いかがでしたか？いやー、ちょっといろいろ噛み合わないというか、まあ、自分の拙いところがありまして、はい、3-0 ですごい見どころあまり作れなくて申し訳ない気持ちと、ね、あの、そうですね、ちょっとやっぱこういろいろ練習とかしてると、やっぱなんか この技打ったろうとか、はい、例えばモダンだけどあえてコマンドで行ったろうとか、そういう色気出ちゃうとやっぱ良くないですね。そこがやっぱ裏目に出ちゃってる感じはありますか？そうですね、すごい、まあ、オニア君もすごい上手かったんですけども、
ちょっとなんかまだ不完全燃焼な感じでモヤモヤしてますし、あとね、鬼谷君、僕に買って20万円ですか。そうなんですよね。そんな初心者のおっさんボコして20万ってパパ活女子じゃないんだからって言いましたけどね。そんなね、本当に鬼、後で半分分けてもらおうかな。いやいや、ちょっと危ないね、またね、逆にね、逆に怖いですけど。いやでもやっぱ彼のその、うん、あの強さがすごい、やっぱ壁を感じましたね。いやー、すごい、そうですか。まあでもね、やっぱ読みの鋭さとかね、 SA3 も多分2回とも両方やってましたけど、まあ、だから何より本番でその練習したことを試せるプレイヤーってやっぱ少ないと思いますし、うん、それがやっていけば絶対最後つながると思うんで、うん、またちょっと見たいですね。そうですね、ちょっともっと、そうですね、連動上げなきゃいけないですね。ちょっとまたね、かっこいい姿を期待しております、うん、はい、はい、頑張ります。はい、谷さん、ちなみに今日のモコさんの戦いぶりはいかがでしたか。いやー、そうですね、まあ、動き自体はかなり良かったと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと前なんかアンインストールしちゃってたみたいなんで、触れますかね、その期間の差がやっぱり出たのかなっていう気は。僕らは触れなかったのに、それしましたね。確かにね、その間オニアさんね、フードさんの自宅まで行って、自宅まで行って剣使いのみんなと切磋琢磨しながら、ちょっとアンインストールしちゃって厳しいですね、それかなと思いました。そうです、本当にそこはもう何もいい、そうですね、まあ、ちょっと真摯に向き合いすぎた結果一度離れるというか、ね、確かに逆にね、逆に真面目なモコさんだからこそ、何も言えないですね、あれでもありましたね。ということで、見事ね、一戦見せていただきました、ありがとうございました。でこの後、ハイタイさんはエースマッチに出場するということですが、そちらに関しての意気込みはいかがですか。いや、ちょっとこのチーム戦でちょっと結構負け込んじゃってるんで、はい、まあ、最後はもう勝って、うん、ちょっとハッピーな気持ちで、はい、このイベントをね、ちょっとこのモコチーム皆さんにも20枚分けたいと思ってるんで、皆さんにちょっともうハッピーな気持ちで今日は終わっていただきたいなと思ってますので、頑張りたいです。ありがとうございます。ちょっとこの後で3先ですので楽しみにしております。はい、さあ、それではモコチームも、皆さんと一緒に応援してくれたね、4名の方と一緒に記念撮影を行います。これをね、準備しますので、表示されるスタンバイ完了ボタンを押して撮影が始まるのをお待ちください。奇跡的に参加してくれた人の中で誕生日の人いればいいんですけど ね、なんかモコさんの誕生日会みたいなAR になってましたけど、一人だけね、なんかお部屋みたいな感じで、ここにはハッピーバースデーっていう、心なしか、ハイタニさんもコメントハッピーでなんか引っ張られた感じありましたからね。いや、モコさんもでもあんだけ読みも強いんで、なんか他のキャラ触ってるのちょっと見たいなと思ってしまいますけどね。あー、確かに結構やっぱ強いキャラクターを強く使うのも上手い人っていうイメージあるんで、うん、確かになんか駒投げとかあって強めのキャラとか、ね、まあ、リリーとか、あー、マノンとか、モダン適正ね、リリー結構あったりしますし、マノンいないですからね、そのストリーマー会話で今関さんね、なんか、うん、使ってましたけど、確かに確かに最近エイドとか使ってるみたいなんで、読み回せるキャラとかは確かに合ってるかもしれないですね、駒投げありキャラで。結構でも意外と駒投げキャラ少ないのかな、ザンゲーフ、マリーザ、リリーぐらいですかね。そうですね、あ、取れましたかね。じゃあこの後アルバムが出るまで、はい、本当誕生日会みたいになりましたね。どういう絵面なんよっていう、かなりハッピーな、あ、取れてますね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらね、団体撮影内のアルバムからダウンロード可能なので忘れずにお願いいたします。さあ、さらにこちらもね、カメラオンで応援してくれた皆さんありがとうございました。同じくウェブマネー1500円分のコードを運営より送信しますので、ご確認をお願いいたします。